皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて、11月2日の月曜日、新大久保にありますね、 TC ガキさんお邪魔してまいりました。第3回改造ギターコンテストのね、最終審査会が、ございましてですね、協賛企業でありますギターマガジンさんとかね、森平ガキさんなど、審査員の方々がね、集いましてですね、全国から、集まりました、熱い熱いこの改造ギター、展示されておりましてですね、エフェボーイさんも、試奏させていただきました。ということでね、昨年に引き続きエフェボー賞、決定しましたけどもね、まだね、実機をね、こうお見せすることができないんですけれどもね、ツイートさせていただきました。ちょっとね、隠してますけれどもね、昨年に引き続きやっぱりね、エフェボー賞なのでエフェクター内蔵の、ギターということでね、まあ、これぐらい言っていいと思いますけどもね、こちら、最終的に、ね、グランプリ大賞の発表、それからエフェボー賞の発表ね、 TC ガキさんからいずれされると思いますのでね、楽しみにねお待ちいただきたいと思います。あのギター群を見たらですね、やっぱりね、新型コロナウイルスがあった、からなのかね、非常に、力の入った、ギター群、改造ギターがねたくさん並んでおりましてね、非常に驚いて感動したんですけどもね、いつかはですね、エフェボーイさんもね、このギターの中にね、エフェクターが内蔵されたね、なんかそういうギター、開発してみたいなというふうにもね、ちょっとそういう思いにも駆られました。それからね、最後になりますけどもね、 TC ガキさんといえばですね、ヴィンテージものからね、いろんな珍しい、エフェクターの方がですね、1階の奥の方に並んでおりますのでね、ぜひともね足を運んでいただいてですね、宝探ししていただきたいなというふうに思います。ということでね、本日も音楽と機材も遊んでに元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。